はい、すいません。まあ無事になんとか退院できました。そこでですね、まあ本当痛かったです。でもまあ今回ね、まだ月末もう一回手術してまだ石は入ったままなんですよ。なんですけど、まあ自分のこういうね本当に苦しい体験をしたんでね、これをやっぱりまあ見てくれてる人で同じように今後もしかしたらね尿管結石とかなる人もいるかもしれないし、またなったことあるって人でも、自分もそうなんですけど、これ石の大きさとか位置とかその状況によって痛みとかもまた違ってくるんですよね。あと人のやっぱりその尿管サイズなんかも人によってちょっとやっぱ多少違うみたいなんですよ。なんでこれね、予防っていう意味でもね、本当にもし役にね、他の人にああこれ聞いとってよかったなって役に立つかもしれないんでね、一応自分の経験したこととかねちょっとまあ話したいと思いますね。でまあ昨日退院したんですけども、やっぱ後遺症っていうのもあったりして、で今回はそうですね、入院して尿管にねステントっていうこう管ですね、管を石が降りてこないようにっていうよりは腎臓のから尿管に石が入り込むと 痛いんで、入らないように管をこう入れてるんです。その管を入れる手術をしました。で、まあ腰椎麻酔で今回やったんですけど、まあ、事前に先生からの話あって、まあ、稀に人にも言っていろいろ若い人には多いっていうようなのも言われたんですけど、まあその麻酔の針の穴からね、要は髄液が漏れると、そういうこともありますよと。まあでも髄液が漏れるとそれは頭痛につながるんですよね。こう脳の周りにある髄液が減って、要はなんか脳がこう動いて、なんていうんですかね、こう引っ張られるようななんかこうことになるらしいんですよ。でも自分も専門家じゃないんでわからないんですけど、それでこう起き上がると、寝てるとまあほぼなんともないんですけど、立ち上がったりするとすごい頭痛がすると、そういう症状が出ることがありますよ。でまあそういう症状が出て、最初ちょっと頭がですね激しい頭痛があったりして、立ち上がって歩き回ったりするとですね、まあそれもでも個人差あるけど、まあすぐ良くなる人もいるし、1週間ぐらいかかる人もいるしと、で治らないやったらまた病院来てくださいっていうことやったんですけど、まあそういうのもあったりしてですね、それでまあ手術できました。でまあ手術した結果ですけど、本当に嬉しいことはですね、この尿管結石、腎臓、この脇腹の横のですね、ここの痛みがなくなりました。全くなくなりましたね。ずっと痛み止め罪薬使っとったんですけど、もう今そういうことはなくなって、ただ要は排尿時にやっぱり膀胱から激痛ですね、まだで、すごい少しずつ薄まってますけど、すごい血尿が出ます。もう最初血ですね、尿がなくてもう真っ赤な血が出てたんですね、ずっと。で大丈夫かなと思ったけど、まあそれも先生に直接話してこうなんですっていうので、巡回の時に朝言ったらですね、まあ手術の時にね、ステント入れてったら腎臓にすごい量の血が溜まってたということで、でその要はね、血が今尿と一緒に出てき残ってる分が出てきてるから、すごい今濃い血が出てるよと。でだんだん薄くなっていきますよと。ただ月末のね、手術までの間はステントが入ってるんで、どうしてもまだ血尿は出たりしますと。で痛んだりも多少痛みとかもありますよ、それはまあ仕方ないよっていうことを教えてもらいました。でステント入ってる部分なんですけど、これも個人差とかあるのかもしれないんですけど、排尿するときに、要は小便するときにですね、小便が出てる感覚と一緒にこの腎臓からずっと尿管通って尿道通って出てくるまでの感覚が分かるんですよね。ステント入れると脇腹のところの出してる間にこの
テントの入ってる尿管ですか、ここを降りてくるとき激痛です。その時だけ、尿だから小便してる間だけ尿管結石の時のあの痛みを感じるんですよね。なんで小便するのが恐ろしいです。で毎回なんか尿意が来ると、ああまたあの痛みの嫌だなって今は思いながら、だけど今はあの本当その小便してる時間だけなんで痛いのが、なんであのずっと痛かった時に比べたら、まあ、大した痛みはないんですけど、ただその排尿する時の痛みがすごい嫌で、これダメなんですけど、あの水分を取ればやっぱりトイレに行きたくなるじゃないですか。で水分いっぱい取らなきゃいけないんですけど、取るのが恐ろしくなるっていうね。まあでも今そんなこと言ってられないんで、毎日飲み物飲むようにしています。であのいろいろ自分も今まで食生活とかを改善せんといかんということで、まあ、先生とも話したんですけど、知らなかったことなんかがあって、ちょっともしかしたらこれ知らない人とかも、あそうなんやって役に立つかもしれんので、ちょっとあの言いますとね、まずあの結石なんですけど、この成分が硝酸カルシウムっていうのとリン酸カルシウムっていうのがこの尿管結石のこの石の主な成分なんですよ。でその成分を作ってる飲み物、どんなものが関係してるんかねって言うと、まずあの玉露を含んだ緑茶です。緑茶、さらにウーロン茶で紅茶、この3つがこの石の成分を作ってる成分と一致してるんですよ。でこれは本当に個人差とか、石が全くできない体質の人とかも多分いるんですよね。詳しいことってまだよく分かってないんですよ実は。で自分の場合はあの自分で考えると、まずあのウーロン茶めちゃくちゃ飲むんですね。で緑茶もめちゃくちゃ飲みます。まあ、仕事の時とか朝買ってったりしてね、常にご飯の時も飲んだりしとったんで、紅茶はそんなに自分飲まんすけど、まああのウーロン茶と緑茶はめちゃくちゃ今まで飲んでるんで、ほぼこの2つですね飲んでるの。なんでこの中に含まれてるこの硝酸カルシウムっていうのとかがやっぱりあの石の元になってるみたいなんで、これを飲まない方がいいっていうんじゃなくて、自分の場合はそう石ができやすい体質で、今もまだ腎臓に石が3つ残っとるんですよね、小さいのが。でこのまま今まで通りの食生活でね、あのウーロン茶とか飲み続けたら、またその石がねどんどん大きくなってってなるかなと思うんで、飲み物をね変えていこうと思って、で水かお茶ならやっぱりウーロン茶とか、あウーロンじゃない、麦茶ほうじ茶がいいらしいです。これは硝酸カルシウムがそんな含まれてないので、あの安心して飲めるってことで、これからはあのそういう風にしていこうかなと思ってますね、うん。で同じようにですね、食べ物で含まれてるのって言ったら、硝酸が多いのいうと、ほうれん草、たけのこ、そして、チョコレートなんですよ。でこの中だったら自分はチョコレート大好きなんで、これもチョコレートはもうやめようかなと、まあ、自分の体質的にもですね。まあ基本アイスでもソフトクリームでも、もう絶対チョコあったらチョコレートですだし、で板チョコとかね、もう好きやしね、チョコもよく食べてたんですけど、まあ体質的にね石ができやすい体質だって分かったしね、チョコレートもねこの硝酸カルシウム含まれるってことで、そうですね、もうこの苦しみをねもう味わいたくないんでね、できるだけこう石ができないような食生活に変えていこうかなって今正直思ってますね。あとはもうほんと暴飲暴食とかもなんでね、まあ今回きっかけにいろいろとね、もうバカみたいにね食べとったんでね、肉食やしね、ちょっとね病院食ね、めちゃくちゃ少なくてね、あれ自分普通の食べる量の4分の1くらいしかなかったんですけど、まあこんぐらいが多分健康的でいい量なんやろうなと思って、あれぐらいのを目安にというかね食べていくようにしようかなっていうふうに正直思ってます。うん、なんで一応まあ頭痛がまだちょっとするって、その排尿時の痛み、血尿なんかあるんですけど、このまま順調にいけば月末ですね、いよいよ石を砕いて取り除くという手術までいけると思うんで、うん、こうまたちょっと痛みがねやっぱり伴うんですけど、ただそうですね、石がの痛みでね救急車で運ばれた時に比べればね、どんな痛みも耐えれると思うんで、またちょっと頑張りたいと思いますんで、まあ、もしなんかね参考になったり、あもう気をつけようって、尿管結石になったことない人はね
もうこの痛みはできれば味合わないで暮らしてた方が絶対いいんで、うん、役立ててもらえればなと思いますんで、まあそんなところですね。以上です。とりあえず元気になりましたので、まあブーちゃんもね帰ってきて大喜びしたんでね、動画上げてきますんで、またよろしくお願いします。